こんにちは、さらけです。本日はメルカリ、中央運輸トラブル発生、アリエクスプレスで下げられました。見ないと損しますよ。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画では、こちらをね、アリエクスプレスで、なんと下げられました。なのでぜひね、こういった中央運輸詐欺のね、状況ですね、ぜひ今後のね、中央運輸で活かしていただければいいかと思います。ぜひね、紹介させていただきます。はい。これ実際私がですね、最近受けたんですけど、アリエクスプレスで商品をですね、注文したんですね。で、商品がですね、このバッテリー頼んだんです。来ないんですよ。で、いろいろ Google とかで検索して、で、調べたんですけど、このディストリビュートですね、この注文画面、探していただくとわかるんですけど、このディストリビュート、オープンディスピュートですね、すいません。出てくるんですよ。で、これをクリックしていただき、とですね、ここからですね、この業者に対して異議申し立てっていうのをできるんですよ。はい。で、こういった画面にですね、出てきて、で、これ去年だったんですよ、実際と。で、60日間を過ぎると、なんと異議申し立てができなくなります。で、この商品はですね、2週間から30日に自宅に届く予定だったんですけど、実際届かなかったんですよ。で、おかしいなと思って調べてたんですけど、とりあえず60日過ぎちゃったんですね。で、調べてみたら、こういった方法で異議申し立てできるっていうのをですね、この業者にのらりくらりとですね、買わされまして、お金がですね、もろとくなったんですよ。で、なんと7218円の損失なのですね。で、ぜひね、こういった業者実際います。で、特に家電が多いみたいで、実際これをですね、買ったところで売ることはできないですね。はい、日本のですね、規約が入ってないんですよ。はい、なので、売ることはちょっとできないんですけど、使うことは大丈夫と思うんですけど、ぜひね、こういった業者はですね、アリエクスプレス多数います。で、もしこういった場合はですね、先ほども言ったんですけど、これですね、オープンディスピュートからですね、異議申し立てできまして、お金もらってくる可能性高いので、ぜひね、こういった状況になったときに、Google 検索していただくと出てくるかと思いますので、ぜひね、こういったお金を失っちゃいますので、ぜひ参考にしていただければいいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、お願いします。ニック連携のスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。